はい、どうも、滝です。秩序の街にやってまいりました。おはようございます。前回ですね、いいとこなく終わってしまったの俺は覚えているので、リベンジマッチに行きたいと思います。で、武器が、この、空間のパレットのこれ、なんだっけ、ストリンガー出たのよ。なので使っていきたいと思うんですけど、鍵がさ、まだ1個しか出てない、2個しか出てないとか、あるので、このパレットを全部やりたいんですよ。なので、まだ鍵が1個しか持ってない、このマニューバーでね、今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。飯田ちゃんもよろしくお願いします。サイドオーダー。くっそ、前回ちょっとやらかしたんだよな。普通にやらかしたよな。あ、待って、1回しかスライドできん。これはギア開けていかなきゃいけないですね。パレットでね。何度でもチャレンジしましょう。はい。ごめんなさい。全然うまくいかなかった。30回まで。今回こそ、頑張りたい。塗りドローンゲージ。行きましょう。塗りドローンゲージ。まあ、簡単なのクリアしていってもいいんですけど、まあ、せっかくやっぱね、難しいのをクリアして勝ちたいよな。あ、最高記録とか書いてある。なんか悲しい。もっといけるはず。うん。もっといけると思うんだ。よろしくお願いします。エリアを守るぞ。はい、塗りました。一人で敵を倒せばいいんだよね。はい。うわー。スプリンクラー男がいる。スプリンクラースケルトーンだ。スプリンクラースケルトーンが来ました。スプリンクラースケルトーン、オッケー。残り30カウント。いいね。ベーゴマくんも来てるな。嫌だな。ベーゴマくん嫌だな、これ。この子嫌だ。あと10カウント、オッケー。はい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 。来るな。よいー。まずは1フロアクリア。だからなんかコメント欄を見たんだけど、みんななんか難しいよなとか、29回でやられたとか、すごい悔しそうな子たちいてね。そうだよなって。でも俺29回まで行ってないんだよなって思ってました。よろしくお願いします。どうしよう。メインショットサイズ、これにしよう。こういうのつけてこう。よろしく、お願いします。ピラミッドのフロア。ピラミッドフロアだって。これ何？ゲージを直すやつか。おっしゃー、マーゲット。はい。はい。すごい、この、ベーゴマくんは倒しといた方がいいね。これね。ベーゴマくんは絶対倒しといた方がいい。で、普通に撃てば、いけそうですね。これもう巻き込む。はい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 、オッケー。早いね。ベーゴマくんは、最優先。懐かしいな、昔、ベイゴマ、ベイゴマっていうか、ベイブレードって、コマがあったな。なんか、コマ遊びなんだけど、なんて言うんだろう。昔ながらのコマじゃなくて、ちょっとなんか、機械を使ったコマだよね。アニメでもやってたんですよ、ベイブレードって。なんか、すごい好きだったわ。なんか、ドラグーンとか、スザクとかいて。あんまり覚えてないけど。好きだった思い出がある。俺、カメさん使ってた、カメさん。ゲンブってカメさん使ってた。なんか、死獣がね、死獣っていうのかな。死獣、あれこれ何これ。ヤグラか。食べてた、忘れちゃった。ヤグラー。関門到達したらまた出てくるんだろうな、これ。あるな。はい。俺、あんまりこれ好きじゃない。一番好きじゃないかって。なんか、キングすぐなくなるし。カメライド使うか。はい。関門突破。あ、関門突破もダメで入るな。関門突破していく。はい。はい。キング回復。関門突破していく。いや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 、うんかなくなった。
筋肉なくなったよ。このまま。あぶね。ダメージ今もらってたな。なんかやられそうだったぞ今。ちっちゃい石台にやられそうだったぞ。イエイ。ちょっと滑舌悪いかも。寝起きで。はい、次。爆破インク回復。あ、じゃ、撃破インク回復。これ欲しいな。このギア強そうなのでもらおう。パレットか。自販機も積極的に行ってもいいね。コインを集めたらね。ポータルを壊せ。ポータル壊す系ですね。だからね、高いとこはね、危ないのよ。あ、いけそう。うわぁ！待って、ベーゴマくんまで先倒したいんだけど、ベーゴマくん先倒したいんだけど、やばいやばい。いやいや、ちっちゃい石だよ。オッケー。うれ！いいね。ベーゴマくん倒そう、ベーゴマくんを。あっちにもベーゴマくんいるので。うちのベーゴマくんも使おうなと。ほい。あー外した。戻ってきた。出た。じゃあベーゴマくん行け。ベーゴマくんナイス。やばい、石台がいる。サメライドで突入すぎると死んじゃうから、ちゃんとあの手前で爆発させよう。前回なんか前それでなんか死んだ気がする。サメライドを気をつけないとね。自販機行きましょう。1000円ぐらい貯まったので。まあ、サメライドじゃなくて、カニとか売るし欲しいですね。雨でもいいか。なんでもいいや、なんか。サメライド以外のものもらおう。トルネードいいね。トルネードもらおう。トルネードは強いぞ。ね、他、無理なので、お金ないので、貧乏人なのでちょっと帰りましょう。で、これで5回もクリアと。待って、猫ちゃんがまた戦いに来た。サイドオーダーしに来た。サイドオーダーしに来たな。インクショットダメージ。これいいね。インク効率も普通にいいね。どっちがいいかな。武器や姫ドローンのインクショットで与えるダメージ。まあ 5% っていうか、まあインク効率。え？インク効率じゃない？やっぱ。濡れるし、スライドできるし。インク系は結構大事なんじゃないかな、このバトル。一人でやるしな。上り坂のフロア行きましょう。ボールを運べ。いいよ。ボール運ぼう。これ、時々なんか落ちそうで怖い。これ無視してボール運びでいいのかな。わーい。あ、怖い。でも倒しとこうよ。え、危な。危ないけどナイス。運べ運べ。無視して運べ。押し出せ。早く行け。頼む。あぶー、怖い。倒さない選択が一番怖いんだよ。時間はね、短縮できるけどリスクが上がる。普通なのに今ダメージちょっと食らったし。メインの射程速度、連射速度、これ大事じゃない？ちょっと難しいけどやっとくべきじゃない？なんか後に難しいのやってやられちゃうより、ね、負けて悔しいより、今負けた方が痛手も少ないし、リスクは低いよね。エリアを守るやつか。オッケー。手前からでいいかな。エリア、はい。あっちも取らないといけないのか。ええ、これ大変。これチャージャー君がいる。チャージャー君、オッケー、倒した。カウントストップされた、どこ、どっち、あ、あっちね。チャージャー君嫌だな。やめなさい。どうしようこれ。あ、ジャンプでいけるわこれ。カウント、オッケー、カウント戻した。今度あっちに。あー。あー。
ないと。やめなさい、やめなさい、来るなって、来るなって、やばい、やばい、危ない、危ない、倒した倒した。あっち濡れないんだけど、どうやって行くの、あっちどうやって行くの、あれどうやって行くの、あれ、とりあえずここ塗った、オッケー。もうこの上からしか行けないんだ、しょうがないな。なくなっちゃう、スペシャルゲージ取ったよ。チャージャー君来たらまた倒そう。いや、カーリングボムってのがちょっとな、なんか良くないよな。やばい、チャージャー君来た。残り35カウント、残り35カウント、いいね。カウントストップされたけど、これゆっくりやっていけば大丈夫、ゆっくりやっていけば。今度はあっち、今度はあっち、なんか敵いない、チャージャー君いない、チャージャー君いるよね。おーい、残り10カウント、残り10カウント、ここで倒せばいいんだね。何何何何、何やってくれちゃってんの、ちょっと、はい、やばい、3 2あ、チャージャー君がいっぱいいる怖い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 、チャージャー君が一番怖いな。で、多分動き回ってれば当てれては来ないと思うんだけど。ドローメガホンレーザー、これいくか。難しいって書いてある。でも魚倒す系が一番簡単な気がするの。そんなことないのかな、魚倒す系。逃げる敵を倒せ。はい、魚のとこだね。あとちょっとだったね、今スライド1回しかできないの痛いな、これ痛手だ。ほい、なんか石田君いない。いや、1人倒したよ、ちょ石田倒しとこうか。やべ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 、はい、オッケー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 、あっ、オッケーオッケー、あといったあといった、ちょっと塗っとけば多分こう持たれるので、はいはいはい、オッケー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 。これ難しかったらしいね。でもなんか意外といけましたね。215、オッケーオッケーオッケー。アーマー確率、アーマー確率いいな。だからなんか難しいのをやってるな、結構。コインがどんどん増えていくぜ。あのワームホール、ボスだから、気をつけないとな。連射能力上がったのはでかいっすね、あと。ポータル倒す系も、得意。一番得意なのか。いや、でもこれで負けてることが多い。あ、やばい。倒して、巻き込め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 。巻き込め、まず巻き込め。リスクゲットーイ。倒すか。敵の数多いな。スペシャルゲージ溜まった。ちょっと一旦あっち逃げつつ、撃ちつつだね。もうここにトルネード決めよう。バチコリ決めろ。もうさ、スペシャル溜めちゃうか。あそこに。うわ、右からめっちゃ曲がっとる。やべ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 、危ねえ、危ないわろ。なんでこのダメージ強いの。やべ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 、危なかった。なんか一発のダメージでかいね。やっぱアーマーは大事だ。アーマー確率上げるの大事だ。よし、520円もらった。え、本当に気が抜けない。無言でやりたい無言でやりたい。もう実況放棄してただ無言でやりたい。でもね、良くないよねエンターテインメントだからな。やだ、ボスやだ。あ、あいつじゃん、トルネードだ、やった、トルネード
強いんだよこいつに対して。対戦ロンドさんに対してフルネって最強で、何が出るか、フルネ最強なんですよ対戦ロンドさんね。おーしたまた食らえで、これ多分スペシャルみたいなすごい強い技使ってくるし、技あつまりボムラッシュだ、ボムラッシュ、はいはいはい、あ落ちつつスペシャルためつつですね、頑張れー食らえー、おい食らった、食らったけどそんなダメージ食らってないか、うわうわあ危ねえ、うわあ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 危ねえ、死にかけた、え、何今の、何あの技、ヒミリが出てるチャンスじゃないか、だってあのレーザー何あれやばいねあんな技、あんな本当なんか奥の手みたいなの聞いてなかったんだけど、もっと弱いと思ってたんだけど前戦った時よ、アーマーゲット、アーマーでかい、スペシャルとスペシャルとやばい、オッケーオッケーオッケー、会社のとマジで残りちょっとなんだけどな、あぶれインクアーマーってよかった、アーマーってよかった、アーマーってよかった今、あぶれやばー、てかでかかったな最後の弾が、待ってこれギリギリか、逃げ場がなかったぞ、もっとトルネードを手前に打たないといけなかったか、なんか真ん中に打ちすぎた、手前だったらもっと倒せたかもしれんな、よし鍵はもともと持ってたので鍵の代わりに真珠になったな、で2000円持っとるよ、もう買えるもの買っちゃおう、パレット買っちゃおっか、でも最高記録に近づいてきてるのでこれいいっすね、買い物9番、あ9番か、あまでもスペシャル缶詰あげるか、いいね1000円で1500円か 2個買えました、メリーコイン、オッケー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 、でスペシャル缶詰確率ここでまた上げていくかね、ここでまた確率上げていこう、スペシャル缶詰の今スペシャル缶詰オタクになってる、収集癖があるねよしボール運べ、箱で移動しないとあれがもらえるんだボーナスが、ね、めんどくさいなそれ、じゃベーコンの点だからな、普通にきつね、これ箱で移動しよう、これ普通にきつねでいいや、死んじゃう死んじゃう、こんなねボーナスとかやってられない、おーうわーうわー、オーケーで、これ上に運んだ、運んだけど、うわー惜しい惜しい、今の上に上がんないんだよこれ、うわー怖い、ゆっくり一個ずつ行こう、ちょっと上上がんないんだけど、これ上がんないんですけど、うおー危なっ危なっ、やっあっぶねあっぶね、いやどこにあんの、玉玉ちゃんどこにいんの、あと1個、あいた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 、玉ちゃん、玉ちゃん普通に送ろう、おいこれやめろ、そんなとこに一旦タマちゃんをトルネードで動かすか、混ぜ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 、やべタマちゃんが、タマちゃんがやべ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 、一回倒したいけど、まあ倒した気持ちはあるけど、タコ移動もしっかり駆使して上に上げていこう、
このさ、なんか下の床をうまくパネル使いたいんだけどさ、全然うまく使えないわ。みんなどうやってやってるこれ。はい、いた、よし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 、難しかったー。ボーナスだったけど、しゃあないね。死んじゃうからね、これやったら。トラブル来てる。あーでもトラブルちょっと嫌いなやつだ。インク効率やろっか。嫌いなやつだった、トラブルが。あと最高記録まで近づいてきます。バッテン坂のフロア、これ。ほんとだ、バッテンだ。ポータルを壊せ。これな、高いとこから上から行きたいよな。やばい、来てる。めっちゃ来てる。めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。俺スペシャルの缶詰めっちゃ出てくる。めっちゃスペシャル出てくる。あははは。え、どこどこ。あ、来た。あ、チャンシャン君がいる。やべ、危ねえ。危ねえ、危ねえ、死ぬ。レニアがいる。オッケーオッケー、倒した倒した。先にスペシャル缶詰取ろう。スペシャル缶詰、おー、目の前に食らえ。危なかったー、このちっちゃいやつがさ。危なかった、ダメージ低くてよかったわ。気が抜けないな。負けたと思って、簡単だってこれ。これ簡単らしいよ。自販機行くにはまだお金いっぱいあるしな。メインショットダメージ、これいこう。まだお金あるもんね。なんか一匹ずつ倒していくのがベストだから、今みたいに、飛ばしちゃダメだ。ジャンプをしないって。ジャンプをしないってなかなかだよ。ね、なかなかだよ。行っとこう。エリア確保完了。カーリング行け、カーリング行け、カーリング行け。完璧完璧、このカーリングボムで塗る。いいじゃん、このダメージ、このダメージで強いぞ。ジャンプしちゃダメなんだっけ。やばい、これはでも上から倒せる。塗っとけばインクダメージ踏むから。危ね、はい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 、いやいやいや、カウントストップした、カウントストップした、カウントストップしたよ。石台ちゃん、石台ちゃん、石台ちゃん、オッケーで、爆風であとは倒しておいて。な、意外と強いね、このボム、ボム強いね。これボーナスもらったんじゃない、ジャンプしてないぞ。あれ、あれ俺ジャンプしてないのに。あ、もらえ、よかったよかった、ボーナス装置もらった。音波ダメ、激ムズって書いてあるわ。なんか怖いな、音波ダメ。でもいらないな、激ムズしたいな。でもメインショットダメージ早いの、このトラブルついてるのやりたいな。あ、遠くか、早いじゃない、遠くのダメージが上がるやつ、これ欲しい。だったらトラブル、なんかどんどん難しくなってきたね。ゆっくりやろうか、そんなすぐやらなくて、倒さなくていいか。だから最高フロア行きましたね。エリアを守れ、ドローンなし。本当はドローンない。そんなトラブルがあっていいのか。ここ登れないぞ、やばい、もうボムやばい。倒せるか、 OK、 倒した倒した、 OK、 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 この子も倒しときたい。 OK、 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 缶詰手に入れたよ。はい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 、1、2、3、 OK、 OK、 倒した倒した。で、来るのはなんだ、缶詰は手に入らない。このボムをめちゃくちゃ撃ってくるのか、確かに難しい。
上ばっか見てるとボムにやられるしな。やばい、ボムがめっちゃ来てるこれ多分。やばい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 危ない、やばいやばい、マジでやばい、本気でやばい、本気でやばい。耐えればスペシャルあるから大丈夫、耐えよう。来たスペシャル、来た来た、耐える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 、耐えればいける耐えればいける、俺ならいける。塗った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 、ボム来てるボム来てる、ボムボム塗るボム塗る、耐えればいける耐えればいける、残り10秒10秒、耐えろ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 、よし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 、怖え。ただここあれいらないなあのあれドローいらないな、別にジャンプしないし、いいトラブルだったな。おかえりハチ、さて次はどんなフロアが出てくるかな。そういえばハチさん、フロアのお題やカナハチップがいまいちだと感じたことありませんか。そんな時は Y でフロアリセット、練りコインを使ってフロアの中身を3つともリセットできるだって。へー、ハッキングが必要らしい。へー、フロアリセットできる。これでもあんま嬉しくないね、フロアね。やってみたいな。ちょっとどうやってできないけど、できないけどできないけど、フロアリセットあらかじめ言っとかなきゃいけないってこと。まあしょうがないか。したら激ムズエリアだって。今のエリアも難しかったけどね。ラッキーコンボ別にいらない、なんか激ムズやりたいけどいらないの来とるな。突撃吹き飛ばしボーナスついてるし、これいく。インクパチパチ普通に欲しいな。ボーナスも欲しいけど、インクパチパチいきましょう。さあ最高記録ここでいったんだ、よっしゃ。スライド1回しかできないね、やだな。プロペラヤグラを運べ、あーやだな、やぐら。それでやだな、とりあえず押していこうか。あ、チャージャー君来てるな。いった、危なーい。あ、待って、死ぬ死ぬ、危ねえ危ねえ危ねえ、チャージャー君乗せて死にかけた、危ねえ。危なかったぞ今、ウェーイ、生きてるけど、生きてるけどマジで死んだかと思った。難しいんですけど、はいはいはい、難しいんですけど、これやめて、ダメージチャージャー君やめて、これ取っとこう。で、関門まで到達したいな。関門までは到達したい。行った行った。あとは、前に連れていくだけ。オッケー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 、スペシャルが溜まるのでかいな。やだ。やだ、ジャンプで避けないと。すごい打ってくる、すごい打ってくるよ。よっしゃークリア怖え。いやマジで死んだかと思った、あの下に行った瞬間。安全なとこがなかったもん、下で待たれてたもん。ドローンスプリンクラー、ドローンバッテリー確率、激ムズいこっか。スプリンクラーだってボーナスもついてるし、激ムズいけましょう。どんだけ難しいんだろう今、多分一番難しいのかこれが。あ、最高記録また越してます。ポータルを壊せ、レンジカラーチップフィーバー、嬉しいね。フィーバー系上に行けないのか、そっか、甘甘じゃないか。めっちゃ敵来てる、めっちゃ敵来てる、こ
これでもいける。しかもなんか2個同時にダメ入ってる、2個同時にダメ入ってでかいな。ほら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 、しかもなんか俺スペシャルめちゃくちゃ、スペシャルめちゃくちゃカラーチップ、はははは、早い早い、スペシャルフィーバーじゃん今の、超スペシャルフィーバーだったじゃん。じゃあ聞こう。すごい、トルネめちゃくちゃ使ってるぞ今の、めっちゃ楽だったぞ、全然激ムズじゃなかった。自販機行きまして、帝王と炭酸、炭酸強いね。メインショット貫通欲しいですね。これ全部つけれた、つけれないか。炭酸ボムもありだね。変えるか。いやでもサブ別に強くしてないから投げないな、サブ投げないのでいいや。俺メインショットとかメインクすごい強くしてるので、ちょっとメイン優先でいきましょう。貫通ダメも上がったしな。イカダッシュ、これでもヤグラなのでやりたくない。これかな、簡単なの。ドローンクイックボム、やっぱ姫ちゃんからのね攻撃をね待ってたいしね。俺は姫ちゃんからの援護射撃をね、よろしくお願いします。19フロア、いけ、ポータルおかす系か、上まで行きたい、上行きたい、ね、チャンジャーとか来るとやだね、これね。あー、まった、あー、まった、君は倒しときたい。オッケー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 、で、スペシャル待とう、スペシャル待とう、はい、はいはいはい、なんかめっちゃ飛んできてるよ。あんま壊された？オッケーオッケー、倒せ倒せ倒せ、1、2、3、スペシャルゲージ取った、はい、スペシャル出た、オッケー、オッケー、オッケー、スペシャルで全部持っていく、最強、あ、最強ね、これ全部ポータルならいけるわ、みんな。強い、トルネ本当におすすめだよ。20回まで来ました。けど次の相手はおそらくかなりの強敵だ。もしかしたらボスかな？ボスっぽいですね。玉転がしとかもいるから気をつけないと。それがタコゾネスだね。まあ、どっち来てもいいんですけどね。ゾネスっぽくない？何これ、ゾネスだこれ絶対。イカ、イカの、イカイのカノン、ゾネスだこれ。危な、もうなんかダメージもらってた。どこ、来た来た来た、うわー、お、倒した倒した倒した、鼻かゆい、アーマーなくなっちゃったの、ちょっと痛いの、怖いな。どっから来てんの、これね、やべ、あぶね、俺一人倒したよ、そこにいる子は上から倒す、上から倒す、上から倒す、オッケー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 、インカムありがとう、インカムついたかな、わかんない、なんか出てきた、なんか増殖してる、増殖してる、なんかいるぞ、ちょっと、はい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 、ちっちゃい敵はなんかいろいろスペシャルゲージ落としてくれるから嬉しいな。来るよ、もうさ先にこれやっとこうよ、これもうリスキルしてる、リスキルしてる、あぶね、またアーマー割られた、これ俺また割られた説ある、あぶねー、はい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 、すべてにおいて優位に残りいった、オッケー、すべてにおいて優位にいった、優位な攻撃をした、よし、異界のカノンは正直大丈夫、問題は玉転がしか、玉転がしもちょっと危険だからな。
あともう20いったから、最上階までもうちょい。そう、20いったから、ここは、安全に行きたい。ね、自販機行って、いいの買おう。いいパレット買おう。いやー、やった！ついに行けるよ、みんな30階に。あと10階上がれば。クイボ、サメライドに戻るのはでもな、ラッキーボム確率。敵からボムが出る確率が上がるんだって。買っとこうか。なんか敵倒す系が一番いいかも、今のところ。なので、ポータルかな。ポータル行きたいね。これは魚だね。魚以降スペシャル缶詰確率アップ。これまた上げとこう。スペシャル缶詰俺大好きだ。大好きすぎるぞ。22回。来た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 。逃げる敵を倒せ。倒しに行きすぎると、良くないので。あ、戻ってきた。なんか戻ってきた。スペシャルもらうぜ。スペシャルもらうぜ。で、ここでスペシャル多分倒してからまた出るから。無限スペシャル。無限スペシャル。そう名付けよう。あべ、あべ。あべ！あぶねあぶねあぶね死にかけた。無限スペシャルどこで使えばいいんだ。ところで。ところでどこで使えばいいんだ。どこにいんの敵。あ、いたいた。どこ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 上。無限スペシャルやってる場合じゃないよ。どこにいるのよ。魚どこにいるのよ。魚魚いないんだけど。え？あ、いた！いた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 ！魚いた！もういた！あと一体どこ？魚？こっちかな？このモワモワじゃね？ほら。あーああ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 あ敵がワンサが出てくる。しかも一回死にかけたし。壁際は登れない時とか死んじゃうから気をつけなきゃ。本当に気をつけなきゃ。ドローンスプリンクラー。トラブル、やっとく？インク効率欲しくない？簡単だし。ちょっと簡単なのも言っとこう。挟んどこう。ここにトラブルついてたらな。いいんだけどな。23回。やばいか、これ。人状態で移動しなければ、クリア。え？どういうこと？まあいいか。こういうことね。うわー、移動しちゃった。ちょっと高台行きたい、高台行きたい。高台行きたい。残り1個、残り1個。あの、スペシャルを。待って、なんかいる。あぶねえ、あぶねえ、なんかいる。うわもうなんかすごいな、ここ。これ倒しとこう。で、このボールを動かしまーす。やばい、敵が出てきた。動かしすぎました。動かしすぎました。スペシャルゲージとか全部消えちゃうんだよな。ダメだ、逃げたばっかじゃないな、これ倒さなきゃ。待って、押さないで、石田ちゃん。オッケー、あっちにやれたの、でかい。ね、石田ちゃん、めっちゃボールのとこ行く。入るっしょ、あれ。石田、石田、石田。危ね、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 後ろからも来てた。ここを囲まれたらやばいね。一応簡単なんだけど、難しかったな。普通にむずいな。こんな難しかったの。ラッキーコンボ、ドローントルネード。トルネードは大好きなので、行きましょう。ちょっとクリアしたいな。パレットクリアしたいな。24回。今、どんくらいゲットしたんだろうね、パレット。パレット？このエリアでかい。あ、なんかバルーンあるよ。
これ打っとけば、ほら、はい、これ打っとけば多分守れるぞ。インクタイプした、バルーン打っとけばなんとかなりそう。そう、でも囲まれとるから気をつけなきゃ。はい、大丈夫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 、オッケーオッケーオッケー、おいは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 い、ああスペシャル、ああ危ねえ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 、なんか後ろにいた。でね、ジャンプはあれ罠や。あの場ジャンプ使えると言っても罠や。お、ジョンキー、あ、でもお金ないか、そんなに。でも一フロア上がるならね、やっときたいですよね。25回行きました。自販機で買い物をしよう。フルショポイズンなんていらんよ。ポイズンはドローンバッテリー確率上げましょうか。一個だけ上げましょう。トルネー好きなんだけど、トルネー打ってる時ってメインが使えないので、そこだけね、使うタイミングだけ間違えないようにね。いい感じだな、ハチ。もうかなりの上まで来たんじゃね。はい、最上階まであと少しです。このまま全部解決して、さっさとワールドツアーに戻るぞ。ペンタクルズか。ここから出て君たちの音楽を聴くのが楽しみだ。ヨーヨー、聞いて腰抜かすんじゃねえぞ。ちょっとぽかったでしょ、今。ラッパーっぽかったでしょ。まだツアーの日程も少し残ってるし、よかったら水田もハチさんと一緒にライブに来てね。行きたい。ライブに行きたい。盛り上がりたい、一緒に。ああ、考えとくよ。飛行機とか乗ったことないけど。確かにワールドツアーって言うから、まあ、飛行機乗るんだろうな。だから、飛行機のさ、新ステージ出たよね。もしかしたら次のスプラトゥーンさ、なんか海外でやりそうじゃない？海外スプラトゥーンでやりそうじゃない？って、なんか予想できますよね。あ、トラブル。トラブル激ムズなんてやりたくないけど、やっとかなきゃいかん？これもしかして。トラブル激ムズやりたくないんだけど。行くか。みんなも見たそうだな。これ負けたらみんなのせいね。嘘ですけど。やだ。トラブル激ムズやだ。メイン使えないとかだったら終わる。スペシャル使えないも終わる。スケルトーン強化&無限アルペジオ。何無限アルペジオって。え、無理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 、ゲーアルペジオ無理無理無理。スケルトーン強化無理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 。強い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 。なんか早いよ。なんか早い、これ絶対。スペシャルで。ダブルスペシャル、オッケーオッケーオッケー。この無限あ、いや、無限スペシャルで行こう。俺も、そっちがその気なら、無限スペシャル使うから。はい。そっちがその気ならいいよ。こっちも無限スペシャルじゃん。はい。はいはいはい、無限スペシャル行く。そっちがその気なら。無限アルペジオって何？ところで。残り誰、あ、今出てこない。チャンス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 、姫ちゃんのおかげでチャンス今出てこないよ。ナイス、取るで、姫ちゃん取るでだ。姫ちゃん取るんでしてくれた。最後に、やだ、ケルトーンやめてー、きたーきたー最強。おい、無限アルペジオなら無限トルネードの時間だ。いいのか、いいのか、無限アルペジオには無限トルネード。ほらおしゃ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 、激ムズに安全に勝ちました。アルペジオってインク回復速度が上がった。あんまりいらないけどね。あー、いいね。インク効率サブ、ドロフォンメガン、ドロンメガホンレーザー欲しい。なんか、なんか、ね、いい感じだね。俺のつけてるスペシャル。スペシャルで戦ってるって感じだね。今回の。なんか、テーマを決めるとやりやすいかな。逃げる敵を倒せ。これちょっとね、
中には入ってほしくないなと。あぶねえ、避けた。後ろからも攻撃されるんだけど。うわー、なんかいる、なんかいるよ。うわー、あ、誰誰誰誰誰誰、これもうチャージャーはマジで倒す。この間に、いやー、これスペシャルで倒せない敵だ。倒しながらだと、オッケー、一匹持ってた、一匹持ってた。オッケー、倒せた。一匹倒せば、楽になる。かな？なにこれ、アルペジオ？これなに？わぁ、なんか死んだ！びっくりした！このゲージついたから、よかった。姫ちゃんのこのディスクを一生集めるっていう手もあるぞ。昔なんかドラグーンのパネル集めてたもんね、ずっと。スマブラでもあったよな、3つぐらい集めてて。え、残りどこにいる？あっ、生きてるってすごい。生きてるってすごい。スペシャルゲージだ、これも。もうスペシャル貯めたからもうどんどん打っとこう。何これ、ドローンバッテリーだ。なんかすごい溜まってる、姫ちゃんが。いた、最後の敵だ。いけー、よーし、それで当てんのむずい。逃げる魚は俺のスペシャルでちょっと合わないな。ポータルの方がいい、これとかだな。ポータル行こう。ちょっと合わないね、その、ルールと、俺のテーマが合わない。方向性の違いを感じる。てか、28回目来たよ。マジで残り少しじゃん。ついに来たぞ。で、ポータルは1個ずつ壊していこう。なんか、でっかいポータルあるな。でっかいポータル後回しちゃうみたいな。やばい。危ねえ、死にかけ、俺今死にかけ。おや、生きてるってすごい。あ、やばい、インクが動かない。インクって、やばい、ポータルやばい。これで無限トルネでいこう。無限取るね。やばい、インクがおぼつかないぞ。ちょっとこれ厳しいな。これチャージャーも厳しい。ここからあんま動きたくないですね。高いとこからなんか全然ポータルが、あそこのポータルだけ、まず右側を全て壊したい。まだ終わんないか。やばい、えぐいな。オッケー、ここ地面が濡れないですね。で、右側行きましょう。待って、やばい、危ねえ。チャージャーが怒ってる。常に攻撃してくる。常に、危ねえ、常にチャージャー撃ってくるんだけど。ねえ、えぐい、これえぐい、マジでレベルが違う。OK、 待って、遅い。えぐいって、チャージャー、こいつヤバすぎ。こいつマジでヤバすぎ。あっこ倒そう、このトルネでね。これいける。オッケー、残りこの1個。何これ、ドローンゲージか。ドローンいい感じ。なんかアーマーとか欲しいな。ちょっとゴロ、はい、倒した。
あぶねあぶね、あのえぐいのをもう乗り越えたからもう怖くないぞ。マジでヤバかったぞあれ、マジできつかったぞ。あ、じゃあすぐ倒さないとあんなになるんだ。もう耐えた耐えた耐えた、行くかった危なかった。あ、来た。もうトラブルやりたくない全部エリアボーナスやりたいボーナス追加でやだ、もうやだ、負けたくない。ここで俺はここで負けたくない。お願いします、エリアを守れ。ジャンプしない、ダメダメ、無理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 、エリアジャンプします。俺何この細い道、ちょっと待って、エリア塗る前で倒したいな。分かっとる。ねえ、マジかよ。やべ、確保しちゃった。もうこれ多分生きてられる。危ない、もう狭い道でコマとかはやめてほしい。オッケー、コマ打つ。コマ打ち込む。まあ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 。アーマー、アーマー、アーマーディスク。全部取ろう、バッテリーも取ろう。アーマー壊れた、最悪だ。こっちにもアーマーがあるので大丈夫です。ドローンのリスクを持って、エリアのカウントが再開するのでこちらをねゆっくりね使っていけば、もう満載メイベンチ、はい大丈夫。こっから無限トルネードをエリアにやっとけば多分大丈夫。強い強い強い、エリア無限トルネード強いぞ。エリア無限トルネード変だ。よいしょ、いやオッケー、大丈夫大丈夫。あ、痛い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 、アーマー欲しいな。無限トルネード無限トルネード無限トルネード、うらっ、オッケー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 、無限トルネード強い、無限トルネード強い、オッケー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 、よし29クリア、よし行ったか、次だ、最上階来た、ボスじゃね、オーダーがいるはず。ハチさん、私も一緒に行きます。こんなことになった原因は私でもあるんですから。飯田は武器持ってねえんだぞ、危ねえじゃん。それでも私が行かなくちゃいけないんです。責任感がねやっぱ強いんですよ、飯田ちゃんは。ドキドキ、言い出したら効かないんだよな。言い出なら武器なしでも自分の身くらい守れるだろ、問題ないんじゃないか。水田ありがとう。よし、みんなで行こう。そしたらみんなでオーダーを倒そう、この世界を救おう。秩序にしやがった、あの飯田ちゃんのソフトをね組み替えた、ハッキングしてきたオーダーをみんなで倒そう。水田は来ねえんだな、足手まといになるならごめん。お前ら来ないんか。僕はここで君たちの戦いをモニターしているよ。ちょっと怪しくない？大丈夫？わかった。ならバッチリ見ててくれよな。はぁ、あ。準備良くない、良くない、良くない、良くない。良くない、良くない、良くない。行きたくない、行きたくない。水田も来てくれ。飯田ちゃんは来てくれるんだ。水田も来てくれ。まがまがしい、ここ。来た、コントロールルーム。なんかいるよ、バグみたいな、いるよ。無限トルネードできるかな。ちょっと最初様子見ようか。なんかタコだ、もう、でも見た目は。秩序の世界、それは絶対的な安定。欲望のない世界。争いのない世界。すべてのものが今を受け入れ、変化を望まない世界。すべてのものが心安らかに生きる世界。なるほど、保守的なんだね。穏やかな世界、それを否定する理由、エラー、理解不能。深いな、この世界ってだけで深いな。ワールドツアーとかけてるのかな、何も関係ないか。世界のワールドツアーの世界と彼が言う世界でちょっとなんかねずっちじゃないけど、謎かきみたいな。
確かに混沌とした世界はすごく不安定で、明日が怖くなったり少し疲れちゃったりもします。なるほど。ずっと今のままでいたいと願ったこともありました。まあ保守的なね、今の状態、今の現状維持がいいっていう、うん、日本でもある、そういうのは。でも触れちゃダメ、触れないよ。だけどいろんな色が混ざり合った先には素敵な景色が待ってるかもしれない。なんか感動してきた。私はそれも先輩やハチさんや水田たちみんなと見てみたいんです。秩序を望み、私を生み出し否定する存在。エラー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 、思考プロセスに重大なエラーが発生。秩序の破壊者でも完全に、なんたらかんたら。早いよ言うの。待って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 、泣きそう。まだ勝ってないのに泣きそう。いや、もう大ダコ出てきたー。通常の守護神大ダコ、ちょっと様子見ながら答えましょう。スペシャルなめつつ、あのダコ足だな絶対。ダコ足は倒しておきたいです。 OK、 今までの俺のスペシャルゲージが、俺のスペシャルゲージが溜まっていく。 OK 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 OK。 なんか技使っていくの。はい、大ダコ、大ダコ抜きよ。で、ドローンゲージ倒した。これ逃げちゃうんすか。チッチビレッチッチッチ。うわっ、危ねえ、危ねえぞ今の。なんか炭入ってきた。その後スペシャル貯めるんだ、みんな。次のプロセス、あっ、はい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 。まず1個、まず1個完全に倒したとこから始まります。スペシャルこれ取っといてもよかったな。なんかだってスペシャルでキャラ倒せるもんね。 OK OK 倒した。まあ1匹ずつ倒していきましょう。ナイス。それでこれだ、どんだけさ俺がさ、あやばい、タコがタコがタコが、どんだけ俺がさ、アーマーついてるかとか分かってない。なんか逆側、逆側回るよ。あのポータル倒せ。やばい、タコスに入ってくる。多分危ない危ない危ない。俺らトルネ係だからな、俺らトルネ戦法だから。ポータル、ポータル倒した。 OK。 うおうおお、入ってくる。これ気をつけよう。今攻撃できるチャンスとはいえ、とはいえ気をつけよう。 OK 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 OK。 しっかりいこう、しっかりいこう。キムちゃんのドローンが意外といい活躍をしている。待って、石田ちゃんが出てきてる気がする、右側から。うわー、おぶねー。耐えたぜ耐えたぜ耐えたぜ。オッケー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 。スペシャルゲージ貯めまーす。貯めました。さあ次ポータルまた倒して、敵来たらスペシャル使おうか。ただオーダコも攻撃してくるから気をつけ。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。オーダコおい、敵まずこれはポータルに取るね。ポータル取るにして、アーマーをもらった。待て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 、俺は一応あぶね。ね、アーマー割れるの早くないですか。これ食らってるから。オッケーオッケー、あ、ブゲー取れてきた。来た来た来た。え、待って、死ぬ死ぬ、あぶね、あぶね。これ何の技？あ、サメライドの技使ってきたんだ。ポータルどこにあるんだ？どこだ残りのポータル？あれか？あれか？あれだ。よし、無限トルネード使えない、使える。使える。
使える。ドローンゲージャー。OK、倒したよ。で、出てきたから、ここでようやく、まずサメライド来た、サメライド来た。サメライド来てる。ちょっとサメライドきついね。サメライドじゃないのも撃っていくよ。ちょっ、うわっ、入れても大変かも。怖い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 、もういいや。怖いから使おう。怖いから使う。でも敵来てたらちょうどいいタイミング。ただあーやばいやばい、レーザー撃ってきてる。レーザーは避けたい、レーザーは避けたいよ。 OK OK OK、横に逃げる、横に逃げる。スペシャル食べるから大丈夫。オッケー、このスペシャルで俺はオーダー倒したい。すごいじゃん、もうみんなスペシャル意外と使えれば。危ない、レーザー、レーザーはやばい。逃げろ、マジで逃げろ。スライド攻撃カメライド、うわー、おー、これでくれ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 、よしよし、嬉しい、お嬉しい。ち気持ち悪い、ち気持ち悪い。やったあ、待って、みんなの世界が、世界から色が失われ、ダメ、やめて、止めて。オーダーのプログラムを除去して、え、せっかく作ったのに。飯田が、水田、え、どうなったの。え、何今の最後の水田、手伝いに来てくれたのかな。何この鼓動みたいな、鼓動をでかくすんのこれ、タイミング合わせて。はいはい、ダメダメ、鼓動しろ、鼓動、タイミングよく鼓動を。え、何何が起こってる、連打かもしかして。違う、このタイミングだ。はい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 、なんか説明ないのに説明全くないけど、何にも説明なかったけど、これなんかさ、拡大してない、どんどん何かを、わかる、みんな何かを拡大してない、どんどん近くなってるよ。色なくなっちゃったのかな。何これ。倒れてる。あ、誰かが倒れてる。白いものが。何これ。俺か？俺だったの？姫ちゃんだ。感じたぜ、ハチ。お前のグルーブ。そして、いいだ。お前のトラック。やっぱ最高だ。寝てる場合じゃないよな。ビートをよこせ、DJ。読まない方がいいかな。え、なんか泣けてきたわ、なんか。え、すごい。水田すごい頑張ってくれてる。なぜ動ける、なぜ抗う、このままこそが幸福だというのに。かっこいい、あ、出た、これ好きになってるかもしれない。楽しいよ、めちゃめちゃ先輩のなった先輩のガモンレーザーや、うわー。
クリアしちゃったよ。でもマジで、高級とまでいかないけど、涙が勝手に出てきた。なんだろうこれ。あれかな、やっぱずっとスプラトゥーンやってきて、こんななんか話見れるの嬉しいからかな。ドローンになって割れたとか落としてるし。雪姫ちゃん、もうファンや俺。このファンやで、なんか見てるもん映画を、一つの映画を。え、なに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 、何度やろうと同じだ。ヘイ、パレットが空っぽになってるよ。さっき小田が何かしたせいか。あ、見てください、そこのポータルの中にカラーチップが閉じ込められてるような。いろいろ盛り上がってきたじゃないか。このアンコール決めてやろうぜ。あっち、はい、強制ノンカラー処置用ジェット。なんだ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 。まだこれで負けることはない。これで負けるならまずいもんな。カラーチップがポータルの中に、なんかデッキ弱くね。もしかしてこれ負けないようになってるのか。逆にここで負けたらどうなる。あ、やばい、負けそう。あ、ムーブ切れのチップ入った。うわぁ、みんな絶対切れないやん。おー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 、走れー。え、無限スライドできる。無限スライドだ、イエーイ。おー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 おお、強い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 。ムーブ系のチップ強い。スペシャルいきます。なんか検証とかしたいのは、ここで負けたらどうなるのかなとかさ気になるけどさ。ラッキーチップだって。わあ強い。でももうなんか感動しすぎてそれどころじゃなくなってきたわね。感動しすぎた。これはしゃあない。もうなんか最強なんだけど、飛べるんじゃない、もうそろそろ。ドローンも強くなった。ねえ、もうカラーチップが最強すぎる。うわうわ、早すぎる。なんかバグっとる。なんかバグっとる。あーあーあー、やっぱ今のが最後のチップ。なにこれ、割れた割れた。あー、もうチップがどんどん重なってる。ほらもうスペシャルでも使えなくなったわ。え、なんか勝手にロックオンしてる口の中に。ほらこっちに打っても、あー、死ぬ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 。ダメ、ここで死んじゃうとない。キムちゃんナイス、キムちゃんナイス、キムちゃんナイス。いけ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 、インクなくならねえや、これインクなくならねえ。おー強すぎる。音楽を流したテンパが来るのは最強だ。帝国、想定外の帝国、想定外の。結構リアルだね。やったか？ん？なにこれ、なんかちっちゃいタコちゃん、かわいい。小タコになったって、小タコ。これはオーダーはほとんど力を失ったようですね。かわいい子だこ。おいちっこいタコ、さっきの曲よかったろ。お前にも特別にチケット送ってやっから、ライブはマナーをよく参加しろよな。一緒に見よう子だこも。心配。かわいい。新しい仲間になってる。すごい、クマさんだったり子だこだったりさ、なんかいいね。なんかいいね。本当に。愉快な仲間たちだな。水田もいいやつだったな。ごめんな、最初なんか包帯が怪しいとか言って。包帯取れとるし。ほんと取っとるよ。うわぁ。終わった。終わった。真っ白のこのローディング画面もすごいいい。ありがとうございました。本当に楽しかったです、スプラトゥーンさん。
制作してくれた皆様、なんかもう一ファンとしてなんかなんだろう、ストーリーとか見れるのが本当によかった。また涙出てきた。なにこれ、これあんまり泣かないよな。その映画とか見て涙とか出てくるけど、こうなんか号泣号泣とかよく言うけど、まあ大して泣かないんだよな。大して泣かないけども、なんかすごい感動した。俺は本当に涙が溢れ出てきましたね。なんかやっぱ塩カラーズも好きで、ね、ヒーローモードとかやっぱ出てくるから感動もしたし、でもなんかなんだろう、テントクルーズのこのなんだろうな、姫ちゃんと飯田ちゃんの関係でかな、水田もなんか新キャラのくせにすごい良かったな、なんかあんま喋らない無口な子だったけど、男性か女性かもわからないし、女の子っぽいけど服装は、あー音楽もいいな、曲も、なんでなんでこんないいゲームなんなの、流行らない、流行ったか、いまだに流行ってるしな、よかった、楽しかった。てか30回まで行くのちょっと苦戦した時もあった、難しい時もあったよな。あとね、まだやってないのがカラーチップと、あとなんだっけ、全部のカラーチップ集めたいってのと、全部の武器の鍵、パレット、いろんなパレットでクリアしたいってのもあるよな。一応最終回じゃなくて、このあの通過点なんですけど、ストーリー的にはあれ、ストーリー薄かったな、そう思うと。なんかプレイすることが多くて、ストーリーというストーリーって感じじゃなかった。薄いな、薄味だ。でもやり込み要素はある、やり込み要素はある、ストーリーは薄い。早い、薄いってか早い、あ、濃いけどなんかほんと凝縮されてる、ごめん、薄いって言ってごめん、早かった。ストーリー的なストーリーが最初と最後だけっていう、まあ中盤は戦いがあったからね、薄く感じたけど、マジで感動しました。なんかゲームで泣くことってやっぱなんかドラゴンクエストシリーズとかさ、やっぱストーリーを強くメインに、ストーリーを見てくださいっていうゲームってあるじゃん。それこそあのアンドロイドなんかビカムヒューマンみたいなとか、自分でストーリーをやっていくとかさ、あとそうだな、ストーリー系で言うと、まあドラゴンクエ、まあ、スクエアエニックス、 FF とかファイナルファンタジー、ドラゴンクエストシリーズはやっぱストーリーを見てあーってなるゲームだから、映画をね、一つの映画を見てる感覚なんだよ。スプラトゥーン、今これもそれに近いものだから。サメ？サメ？サメいるよ。これ水の中だよ。なるほどね。よかった。でもいろんな人が制作携わってるんだね。こう、エンドロールって言うんですけど、このギャラリー？クレジット？多分エンドロールって言うんですけど、なんか数多くの人が携わってて、もしかしたら俺の名前もあるかもしれない。多分ないな。同姓同名がいれば。あ、ヒサシノガミ、プロデューサーですね。このゲームのプロデューサーノガミ、ジェネラルプロデューサー深夜が勝也江口さん。覚えとかなきゃ。プロデューサー修太郎、古川さん、古川さん、サンキューフォークプレイ、ありがとうって、遊んでくれてありがとうって、写真撮っとこう、あ、こっち見たこの写真でしょ。さあ今でも写真のあのタイミングを見てやってくれた、こっち見たもん、ちらって、あー終わった、ありがとう。まだあるぞ。さっきはなんか雰囲気に流されかけましたが、まだ小田子は諦めないのです。みんなの願い、いろんな一途上の世界のために。あ、なんかゲットした、ゲットした、オーダーフォルムレプリカだって。嬉しい、ギアもらえるぞ、エモートももらった、あー嬉しい。
嬉しすぎる。とりあえず最終回ではないけど、まあ、クリアしたということで、多分何週、2週目、3週目って多分、やるんだろうね。うん。あ、帰ってきた！ハイカラスクエアだ！スプラトゥーン2の世界！スプラトゥーン2の世界のハイカラスクエア戻ってきたぞ！全く一緒なのか、これって。比較してみたいな。うわぁ !2 なのに 3! バージョン7。え、これニュース？どっち？あ、打つほど、風花と。うん、万太郎。多分いい話してくれんだな、この3人も。見て、テンタクルズのスランバーでした。スラムバー、スラムバー。え、水田もいるね。で、ハイカラモンの曲でもないか。この番組はバンカララジオだぞ、バンカララジオ。まあまあ、打つほかて、あん人らの実力は認めてはったやないの。テンタクルズ言うたらワールドツアーを終えてハイカラスキアに帰ってきたっちゅう話やね。えいえい。ツアー直後に新曲を発表してるそのインタビューで姫さんがさ、なんか姫ちゃんとゆでちゃん見てると涙が出てくるの、どうした好きなのかな、私らの戦いはまだ終わっちゃいねって言ってたのが超クールだったよね。ワールドツアーは終わったんじゃろ、やり残したことでもあるんかの。え、ニンジリュースって何、ハイカラスクエア再度注目されるいいニュース。ハイカラスクエアいいね、流行っとるね。バンカラはちょっとね、古風な感じだけど、ハイカラはね、ハイカラっていうぐらいだから。ハイカラスクエアはぼーっとしている人ばかりの街になったとちゃうの。それは秩序の世界なったからや。なぜか急にみんなやる気を取り戻したらしいよ。でもまだ元に戻ってない人もいるみたい。あ、そっか、だから行けなかったのか。ハイカラスクエアに行けなかったりは秩序の世界になってから、なってたからなんだ。あー、よかった、でも。無事に終わったね。あ、終わっちゃったラジオ。みんなともお別れの時間だ。ほな解散。見て、ハイカラスクエア来れた。ようこそハイカラスクエアへ。ここは今一番活かした奴らが集まる大通りだ。目の前にそびえ立つのがデカタワー。ハイカラスクエア名物の超高層ビルだ。デカタワーの1階にはバトルに参加するためのロビーがある。こちら辺はエスカベースと呼ばれる活かした店が並んでいるエリアだ。バトルで活躍するための活かした武器やギアはここで揃えよう。これね、スプラ2の時にね、まず言われるんだよね。なんか懐かしいな、初心者に戻った気分だ。あ、ここ駅になってるんだ。ちょっと変わってるね。じゃあ秩序に行けるらしい。やったー、ありがとうみんな、ありがとう、ありがとうみんな。はい。ハイカラスクエアに来れました。ストーリーはね、終わってしまったんですけども、もしかしたらまだ先もあると思うし、2週目、3週目と、まだやってない武器、そして、鍵を全部使って、ロッカーをこじ開けるのと、あと、パレットもやっていきたいと思うので、これはおいおいとまた、クリアしていけたらいいなって思ってます。まあ、動画でもやると思うので、いや、動画でしかやらないと思うので、ぜひまた見てください。はい。すいません。途中取り乱してしまいましたが、とても面白かった。本当に感動した。ねえ、クラゲ。邪魔すな。そこで止まるな。そこで止まるな。なあ、カメラの前で止まるな。